ヤコブ・マリック1970ヤコフ・アレクサンドロビッチ・マリックは、ウクライナ出身のソ連の外交官。1906年12月6日、誕生。1930年、ハリコフ人民経済大学卒業。卒業後はウクライナで勤務に就く。1937年、ソ連外務人民委員部外交、領事館職員大学卒業、外務人民委員部に入省。 出版課に配属され、出版課長補佐を務める。1938年、全連邦共産党に入党。1939年、在日本ソビエト連邦大使館参事官となる。第二次世界大戦中の1942年より、中日ソ連大使を務める。終戦直前の1945年6月には、疎開先だった箱根のゴーラホテルで、 広田幸樹元首相の訪問を受け、非公式での終戦交渉を行った。8月には日本政府に日ソ中立条約の破棄と最後通帳、後にソ連対日宣戦線布告文書を施行し、1945年8月9日のソ連対日参戦に関わった。大戦終結後の1946年には在日連合国軍、 最高司令官総司令部政治顧問となった。1946年8月に外務次官となり、1948年から1952年までの間、国連大使。在任中の1951年6月23日には、ラジオ放送を通じて、朝鮮戦争の休戦協定締結を提案し、これを契機に1953年7月27日まで、 断続的に急戦交渉が行われることとなった。また、情報機関を統括するソ連情報委員会議長も務めた。1952年から1961年までの間、共産党中央委員候補、ヨシフスターリンの死後、1953年に中イギリス大使に任命された。中イギリス大使時代の1955年から1956年に、かけ、 日本の松本俊一前県代表と日ソ国交回復交渉を行い日ソ共同宣言締結に関わった。任期満了後の1960年から再び外務次官となり1968年から1972年までの間再び国連大使を務める。その際、アメリカ国連大使に 冷戦問題を解決するべくアメリカ政府がソ連のナトー加盟を支援してくれるよう真剣に打診し続けていた。1976年定年退職し年金生活者となる。1980年2月11日死去、満73歳。ありがとうございます。